バイセンフェルスの戦いは、7年、戦争ロスバッハ戦役中の1757年10月31日に、ドイツ中部の都市、バイセンフェルスで行われた戦闘である。フランス軍、オーストリア軍並びに、ライヒスアルメーからなる、連合軍が占領していたバイセンフェルスを、プロイセン軍が襲撃した。連合軍は、ザーレ川に渡る橋を落とすことで、 プロイセン軍の攻撃をしのぐことができたが、危険を感じた、連合軍は、ザーレ川沿いに散らばっていた部隊を集結させ、プロイセン軍に対抗することを選択する。8月後半から10月にかけて、ザクセン先定工領を解放しようとする連合軍と、それを撃破しようとするプロイセン軍は、ザクセン西部から中林原を物体として、駆け引きを繰り返した。連合軍の進軍が慎重になり、 プロイセン軍が連合軍を撃破できないでいる間にベルリン襲撃が行われ、シュレージエンの情勢も緊迫の度を深めるなど、プロイセン軍は多方面の状況が悪化していた。このため、フリードリヒ大王は一度中人間での作戦を諦めてザク戦闘部に撤退した。対して連合軍は全般の情勢が自軍に有利になり、自軍正面からは プロイ選手力軍が去ったことから積極的な闘進を再開した。ハノーファーを占領したり主流から派遣された、ブロイ率いる援軍を得て、計6万を数える連合軍は、駐輪源からザクセン西部に再び進出し、ザーレ川を東に溶かして、ザクセン西部の要少ライプツヒの攻略を起とした。ライプツヒを守るカイトから、連合軍の闘進を知らされたダヨーは、 連合軍を海戦によって撃破する機会を得て、主ジ支援への転身を中止、マクデブルクからラウジッツまで散らばっていた、自軍部隊にライプツヒ集結を命じた。10月26日から28日にかけて、ライプツヒに集結したプロイセン軍は、合計2万5000に満たない数だったが、士気は高く行動は、連合軍よりずっと積極的だった。 本戦役中の連合軍の姿勢が常にそうで、あったように、予期しない、プロイセン軍主力の急接近に直面した、連合軍の指揮官は動揺して、敵との距離を取ろうとした。10月30日、プロイセン軍は、ライプツヒ製法律船に進出したが、連合軍は、衝突を避けて、ライプツヒ周辺から撤退、ザーレ川左岸に戻って川を頼りに、 プロイセン軍の攻撃を防ごうとした。30日夜、プロイセン軍戦法を指揮する在トリッツが、連合軍は、バイセンフェルスでザーレガーを北に渡りつつあるが、翌日までとかは終わりそうにないとの情報をもたらした。大王はこの機会に連合軍を攻撃しようと、バイセンフェルス襲撃を決心した。バイセンフェルスの下流には、同様に橋を持つ町メルゼブルクがあり、 大王は軍を二つに分けて、一方をカイトに預けて、メルゼブルクの占領を命じ、自身がもう一方を引いて、バイセンフェルスに向かうこととした。現在のバイセンフェルス31日早朝、リュを出発した大王は、軍本隊を、ハインリヒ王子に預け、自身は、騎兵部隊及び二個敵団兵大隊、一個、騎有大隊を抽出して、強行軍を行った。 プロイセン軍の接近に対し、オーストリア軍の政治に景気兵連隊が、公衛戦闘に努めていたが、どういうわけか、敵軍接近の報告が、連合軍の指揮官には伝わらなかった。バイセンフェルス氏は、ザーレ川の南岸にあり、川を北に溶かした連合軍部隊は、市外から離れて、郊外の村に分散宿営していた。南岸市内には、 フランス軍の敵弾兵団とライヒスアルメイのプファルツツバイブリュッケン連隊及びバイエルン連隊が残っていた。彼らはノイアウグストゥスブルク宮殿に宿営していたが、この日は休息を与えられており、戦闘を予期していなかった。午前7時半ごろ、プロイセン軍がオーストリア軍の軽機兵と交戦しながらバイセンフェルス市に押し寄せた。 彼らはたちまち防衛不十分な城門を突破して市内に流れ込んだ。今日疲れた連合軍の将兵は宮殿からザーレガーにかかる橋を目指して走った。フランス勢はプロイセン軍の襲撃を逃れて北岸に渡ったが遅れた帝国勢は市場広場で戦闘隊形を組んでプロイセン軍に対抗した。プロイセン軍は 金棒の高地に砲を引き上げ、容赦のない重砲火力を浴びせて、彼らを打ち負かした。北岸市外ブルクベルベンにいたヒルトブルクハウゼンは、プロイセン軍の襲撃を知って、橋に駆けつけ、南岸から逃げてきたフランス兵を失咤して、部隊を立て直した。ヒルトブルクハウゼンは砲を貸しに据えて、橋の防衛を図る一方で部下に橋を燃やすための手配をさせた。 ヒルトブルクハウゼンの右腕であるヘッセンダルムシュタット公子ゲオルクがいくつかの敵団兵中隊を率いて南岸に逆と化し、市場広場から逃れてきた友軍の撤退を援護した。やがて橋を燃やす準備が整うと、ヒルトブルクハウゼンは南岸の部隊を北に戻して、橋に火をつけた。橋を奪取しようと殺到したプロイセン兵は、対岸からの連合軍の戦車によってなぎ倒された。 木製の橋はその全体が火に包まれるのに5分とかからなかった。ハインリヒ王子率いる本体がバイセンフェルスに到着した頃には市外から大きな黒煙が昇っていた。クリヨン港、ルイ。後にジブラルタル包囲戦で包囲軍司令官を務めたことで知られる。ロスバッハ戦役ではフランス軍的弾兵団長を務めた。橋が燃え崩れていくのを見ながら、 南岸ではプロイセン軍が都下点を探し、北岸では連合軍がカシに部隊を並べて敵軍のトカの試みを牽制した。川を挟んで砲船が交わされ、午後遅くまで続いた。この時北岸にいたあるフランス軍の将校は、南岸からこちらを観察するプロイセン王とオボ式敵軍将官が自軍の射程内にいるのを見つけた。 彼は指揮官であるクリオンの元に行き、彼を狙撃できると報告した。この時クリオンは朝食中だった。クリオンは将校に手元のワイン一杯を与えると、橋の確かに落ちるのを見届けよ。敵将には手出し無用。イワンや王やと言い渡して、将校を持ち場に戻したという、ブルクベルベンのロスバッハ海戦記念碑。 バイセンフェルスの橋を奪取できなかったプロイセン軍はそれ以上連合軍を攻撃することができなかった。連合軍はザール川を障害とすることでプロイセン軍の攻撃を免れたが南岸に取り残されたプファルツ兵440人、バイエルン兵190人が捕虜となった。ヒルトブルクハウゼンはフランス軍が非協力的で備えもおろそかであったと批判した。バイセンフェルスで 大王寺奇卒軍が阻止されたのと同様メルゼブルクでは首相ブロインがその橋を落として対岸を防衛したためカイト軍はザーレ川を渡下できなかった連合軍はさらに下流の晴れにおいても橋を落としフェルディナント講師が足止めを食っていた連合軍を一気火星に強襲して撃破しようという大王の目論みは崩れ戦況はまた一度膠着した 大王は連合軍が守っているバイセンフェルスから離れて、都テ店を探し始めた。ザーレ川の防衛に成功したことで一息ついた連合軍であるが、指揮官の動揺は大きかった。ザーレ川を防衛するために、自軍部隊が晴れからバイセンフェルス、さらにその上流域にまで分散している状況は、連合軍にとっても、格好撃破の恐れのある危険な状態だった。ヒルトブルクハウゼンは、 敵軍のとかを許しても、連合軍の合流を図るべしと提案して、フランス軍司令関数ー,ーズもこれに同意したが、フランス軍にとってはともかく、帝国勢については、その実行の仕方はつたなかった。ザーレ川上流域の防衛のために配置した、ライス・アある名の多数の部隊が残地されたままになり、またザーレ川の南方に設定されていた、帝国勢の広報連絡線の再構築の目途が、 ついていなかったからである。11月2日、連合軍は、バイセンフェルス伊東のザーレガー・サガン地域から撤退、ウガンに展開するプロイセン軍に対して、中央陣となるミュヒエル軍に集結した。これによって、連合軍は、敵の攻撃を迎え撃つ用意ができたが、プロイセン軍の許可を阻むものはなくなった。11月3日、プロイセン軍は晴れ、メルゼブルク、 バイセンフェルスで一斉にザーレ川をとか、分身攻撃の形式で目指す連合軍へ、向け進軍した。かくして戦役は、ロスバッハ海戦に至る。ありがとうございます。